皆さん、こんにちは。90年代にアイドルとして活躍、それも正統派アイドルとして人気も高かった高橋由美子さん。芸能界引退を余儀なくされた略奪愛や不倫の真相に言葉を失う。今日は高橋由美子さんのことについて紹介します。まずは高橋由美子さんの経歴とプロフィールから紹介します。高橋由美子は日本の女優、歌手、愛称はグッドピー、埼玉県大宮市出身。小学生の時、地元のバレエ教室に通い、その先生の紹介で芸能事務所ビッグアップル所属となる。1989年1月、テレビドラマ冬の旅、女一人で女優デビュー。1990年、シングル、ステップバイステップ、テレビアニメ、魔人英雄伝渡る2主題歌でアイドル歌手としてもデビュー。当初は1枚限りのアニメ企画物の予定だったが、アニメの人気に伴い本人にも人気が出始め、ビクターアニメ部門からビクターアイドル部門へ移籍し、デビュー2年目に発売した3枚目のシングル「笑顔の魔法」から本格的にプロモーション活動を始動する。ビクター甲子園ポスターキャンペーンのモデルに選ばれた。ファンクラブも発足。1990年代前半にかけて20世紀最後の正統派アイドルと評された。1991年、情報シテラマガジン創刊令号、創刊1号の表紙を飾った。その他、佐藤無線などテラドライブで配布することの多いパンフレットや、ポスターなどのキャンペーンにも出演していた。1992年3月8日、読売ランドイーストの野外イベントで、アルバムドリームの曲を中心に全6曲を披露。無料招待だったが8000人のファンが集まった。1994年に主演したテレビドラマ南くんの恋人が話題を呼び、主題歌友達でいいからは初のオリコンチャートトップ10入りを果たし、約40万枚を売り上げるヒットとなる。その後、チョコラ BB の CM やショムニシリーズでの個性的な演技で従来の清純派アイドルというイメージから脱却、個性派女優への転身に成功し、存在感を確立した。1999年、シングル螺旋の月発売を最後に歌手活動を事実上休止。ファンクラブも2002年3月に解散。その後は火曜サスペンス劇場をはじめとする2時間ドラマや舞台、ミュージカルなどを中心に女優として活動している。そんな人気絶頂期の高橋由美子さんでしたが、なんとアイドル時代にドッキリカメラでありえないことをしてしまい、お蔵入りしてしまったとの情報があります。一体どのようなことなのでしょうか。ドッキリ番組内で高橋由美子さんが自分でいやらしい行為を始めてしまったのだとか。ドッキリ番組とはいえ、これはやばいですね。当時人気のあった高橋由美子さんですから、なおさら放送できません。衝撃的な内容に当時の高橋由美子さんのファンはショックな出来事だったと思います。しかし、このドッキリの噂にはもう一つの真実が隠されていたのです。ネット上では高橋由美子さんのドッキリについては有名な噂ですが、こんな意見を見つけました。実はこのドッキリは高橋由美子さんが野口五郎が仕掛けられたドッキリ話をラジオで読んだだけなのだそう。この話が噂で広まっていき、いつの間にかドッキリを仕掛けられたのが野口五郎から高橋由美子に入れ替わってしまったようです。ある学園祭に参加した江頭2時50分の暴露トークによると、野口五郎がドッキリでお兄を始めてしまったというのが元の話のようです。これを聞いて安心しました。高橋由美子さんのドッキリの噂についての真相が分かってよかったです。20世紀最後の正統派アイドルとして名を馳せた高橋由美子さん。しかし、彼女の芸能人生の幕切れは決して結婚を機にマイクを置いて去るような潔いものではありませんでした。むしろ不倫して逆切れして謝罪して退社という新逆を歩んでいたのです。ことの発端は2018年3月15日発売の週刊文春でした。なんと、妻子持ちの男性とのラブホテル入りをすっぱ抜かれたのです。オールドファンからもまさかあの正統派アイドルがとなりそうですね。しかし、
本当の窮地はここからでした。不倫報道も、素直に謝罪ならバヤガテ鎮火するかもしれませんが、高橋由美子さんは、記者に対し悪態をついてしまったのです。ホテルに入ったことが交際の証拠になるのか、また、ホテルに入ったことをも疑うような発言をし、否定も肯定もする気がないとの胸まで宣言したのです。百歩譲って、高級ホテルならば、ラウンジで飲んだだけというのもあるかもしれません。ですが、この報道とリンクする形式で、週刊文春デジタルでは、お二人への突撃取材動画もアップしておられました。その場所は、新宿のラブホテル街だったそうです。これはもはや認めざるを得ない状況でしたが、ここでも高橋由美子さんは否定します。別の恋や、いろいろやっているという旨を話していましたね。こうなると、マスコミや視聴者からも非難の声が止みません。そして、同年4月末で所属事務所、ユニーとの契約を終了しています。事務所側としては円満を強調しつつも、実際には解雇同然だったという報道も出ていました。以後、所属事務所を探すも、見つからなかったのか、フリーランスとなった高橋由美子さん、一応、謝罪コメントも出して這いましたが、しばらくは、ご実家のお手伝いをしていたそうです。不倫からの逆ギレと、経緯が経緯だけに。復帰も難しそうな高橋由美子さん、2018年5月14日の日本テレビ系情報ライブミヤネ屋では、埼玉のご両親が取材に答え、当時の彼女の様子を伝えていました。やはり、仕事がなくなり、実家へ引きこもったまま、食事も喉を通らない日々を送っていたそうですね。ちなみに、高橋由美子さんの実家は理髪店で、お手伝いをされているとのことでした。ただ、その一方で、引退の意思自体はないことも示されていたのです。その情熱が実を結んだのか、彼女に新たな所属事務所が現れたのは2019年4月のことでした。しかも、その事務所とは、あのグランパパプロダクションです。当事務所は、津川雅彦さんが生前代表を務めたところとして有名ですね。しかも、高橋由美子さんは中学生時代、彼を好きなタイプとして挙げていたそうです。津川雅彦さんご自身は2018年8月4日に亡くなられていますが、窮地に憧れの男性が手を差し伸べてくれたというのは、これ以上ない心機一転になったことでしょう。その後は舞台、歌手活動と精力的に仕事をこなしていらっしゃいます。特にその津川雅彦さんの遺作ともなったテレビ朝日系、安らぎの里の続編、安らぎのキザ。道芸の出演は話題を呼びましたね。居酒屋のママとして、橋爪功さんを翻弄する姿は、不倫の経験と生きた部分もあるでしょうか。高橋由美子は元正統派アイドルの女優だが、バラエティ番組で見せる、泥酔キャラ、でもおなじみ。例えば今年1月9日放送、有田鉄平の夢なら覚めないででは、普通ならば好感度を重要視するタレントが、避けがちな恋愛事情も赤裸々に話して話題をさらっていた、今の理想の男性像は、北王子金やんで、すごいファザコン、ゆえに、絶対譲れないのは10歳年上。番組ではこの後から6年は恋人がおらず、新橋や神田の行きつけの居酒屋で、常連のバツイチ男性に声をかけたい、と話していたが、不倫だとしても恋人はいた、ということになるのだろうか。ただ、高橋由美子の不倫といえば、遡ること17年前、彼女自ら週刊誌にそれを語ったことがあった、2001年の夏、週刊ポストのインタビューに応じる形で、彼女は、初めての本物の恋は14歳年上の既婚男性でした、と明かしていたのだ。すでに芸能界デビューして数年が経過していた17歳の頃に、コンサートスタッフだったその男性に惹かれて交際するようになり、22歳までの約5年間不倫関係にあったと振り返っていた。仕事上の接点で知り合ったアイドル。しかも未成年と不倫関係になった相手男性にかなり問題がある案件だが、ともかくも高橋由美子にはそんな風にぶっちゃけた過去がある。今回の不倫報道についてもさほど驚きはないかもしれない。グランパパに拾われて芸能活動再開が叶った高橋由美子さん。それまでの経緯もあってか、2023年現在の高橋由美子さんは、
縁を非常に大切にされている印象です。まず、女優復帰となった2019年のミュージカル「怪人と探偵」で作詞、音楽をプロデュースした森幸之丞さんに自ら頼み込んで作詞提供を受けていました。そして出来上がったのが「風神雷神ガール」です。かつて龍神丸が活躍する「魔神英雄伝渡る2」の OP 曲でデビューした彼女だけにたまたまかもしれませんが、このタイトルにも縁を感じますね。今作では往年のファンたちへ自分たちの好きだった頃の高橋由美子が未だ健在だと感じてもらうことを意識したそうです。確かに46歳とは思えぬ疑いと身のこなし、まだまだ現役ですね。そしてこの曲を含めたベストアルバムを2020年10月28日にリリース。その目前の9月12日放送の日本テレビ系ザ・ミュージックデイ2020にも出演されます。日向坂46とコラボを果たし、歌手としても復活をも予感させましたね。こうした復帰後の熱心な歌手活動が実を結び、2021年6月27日には30周年記念ライブも開催される模様です。ご自身もその舞台に立てる喜びを踏みしめて熱唱されることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。